アダルト保育園、ですね。こう山の中に住んでる老人が自分の思うままに下ネタを交えつつ、いろんな展示物を設置して、特に断蜜の、ファンでいらっしゃるんですけれども、断蜜関係の展示が、宇宙遺産まであと6分です。宇宙遺産がある山の名前をちょっと今思い出せないんですが、まあ、着いたらわかるでしょう。なかなかの道ですよ、埼玉県。やっぱ秩父はすごいな。
ここが、ああここだ。声優鶴ひろみさん、子供たちにたくさんの、なんだこれ、夢をありがとうございました。各位この際には、いわゆる難病を患う方のトレーニングエリアとして慈悲深い地蔵様、タイガーマスク、タイガーマスク運動に、宇宙遺産武蔵の国萩根山、病を感知させる神仏山、つまり宇宙遺産ってことです。こっから行くの？宇宙さん、ロッククライミングエリアって書いてあるんですけど、ロッククライミングなんかやったことねえよ。各位一般登山者の方に申し上げます。萩根山登山コースは、かのエベレスト、ママさんですね、タブイさんがトレーニングをなさいました。山だけにアップダウンとルートファインディングの技量が要求される、難攻不落コース。なるほど、難攻不落ですか。私山登りなんかほとんどしたことないんですけど、休憩所が現れました。この日多分ね、もう座った瞬間バラバラになると思います。不安になってくるよな。真面目なやつと頭おかしいやつと交互にあるんだよね。ちゃんと盗まれないように針金で留めてあるのがすごいわ。あーでもなんか、いやよく見るとやっぱ同一人物ですね。いやーもういちいち映してたらキリがないわ。ここにもある。いろんなとこにね仕掛けてあるんですよ。そこにもあるわ。すげえ。よくわかんねえな。なんか全然ルートの自己責任って書いてありますね。自己責任。Thank you.
ああよかった、これがあるってことだ。さすがに上に来ると数が減ってきますね。よいしょ。まあきついけど難攻不落ってことだろ。難攻不落は言い過ぎです。バーティカルリミット、はあはあ、各位この K1K2 バーティカルリミットは最難度6級であります。こっから先は自己責任で。登山口の脇に、この木材がいっぱい捨ててあるんですけど、こっちにもこれ全部よく見るとなんか書いてあるんですよ。古くなったやつは誰かがここに捨ててるんでしょうね。